こんばんばは、速塾の久保です。す。メッセージありがとうございますえー、っとね、今回ね、吉水さんのお店に、まるさんに、高田さんが行かれたそうで、実は前回高田さんね、勘違いして別のところ行ったらしいですね。<laughs> 別のところっていうのもなんかね、そんなたこ焼きはあんのかなと思って気になるところですけども、まあでもね、無事に、あの、まるさんのとこにお伺いできたみたいで、本当に良かったと思います。 あの高田さんとはねあの同じ福山出身で結構境遇も見てるんですよねであのものすごく速っ塾のファンでいてはくれるんですけどもまあ塾になってるわけではなくってでもまあ自らね、あのー、転売をしていて、まあ、実績も出されてることで、まあ、詳しくは知らないんですけどもまあ何かねやっぱり一本筋が通った方だなと思いますね特にね感じがいいんですよね、うん、とってもいつも、ね、あのー、応援していただいて助かってます でまあ転売はね結構先の先出しのお金が必要なんでまとまったお金がないとできないっていうところでは投資とよく似てるんですよねあと安く買って高く売るっていうところも投資と似てますよねまあですんで転売してる人が投資をやると結構うまくいくんじゃないかなと思うんですけどもあんまり関係はないみたいですとにもかくにもね田さんともご縁ができて、えー、本当にこれからもねあのもっともっとご縁が広がればいいなと思っております いや本当に良かったですね。高田さんもちょくちょく寄るようになってくれたら本当に願ったり叶ったたりりです。私がねこうやってうん自分の影響力を少しでも使うことができて商売されてる方の,、ね、あのお役に立てたりとかそれから自分のことをもっと知らせたいっていう方にね、えー、なんかお力添えできたりとかなんかそのやっぱりねワンフォアオール、オールフォーワンっていうんですかねみんなで頑張っていこうよと楽しんでいこうよみたいなね そんな気持ちがありますじゃあ信人さん信人さんですかね信人さんだと思いますけども本日もメールありがとうございましたまたよろしくお願いしますじゃあ